はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、ケイの大冒険です。というわけでね、今回もベイブレードバーストをやっていきたいと思います。今回はレジェンドゴッドベイコロコロコミックで出ているあちらをまだ届いていませんが復元させてみたということで、ちょっとねうちでカスタマイズできたので早速ねプレイやっていきたいと思います。すいませんね、ちょっとカミカミでね、ちょっと今疲れてるんですよ。ちなみにこんな感じね、バルドゥールのディスクで、アマテリオスのドライバーで、上がバルキリー、ビクトリーバルキリーのレイヤー、これを組み合わせてレジェンドゴッドベイ完成です。まあ色はね、白、赤、白っていう風に本物はなっていますが、ちょっとご了承ください。それではね、早速ね、お相手はホーリーホルスード、ホリッシュオービット。なかなかねこのカスタマイズ強いので倒せたらすごいと思います。もうね、ベイブレードってね、意外とね、6個の硬さで決まるんじゃないんだよね。やっぱカスタマイズとかね、いろいろあるんだよね。よいしょ。いきます。3、2、1、ゴー。暴れっぷりがいい時に当たってほしかったな、ホロスさん。オービットちょっと落ち着くの早かったな。え？今一撃だった？あれ最初当たったっけ？たったのワンロック。え？え？レジェンドゴッドベイやばい？え、こんな強い？俺今スピンフィニッシュで負けると思ったんだけど、マジか。へえ意外ですね。じゃあどうしようかな、ちょっと待ってね。よいしょ。じゃあクリアドライガーでいきます。ででーん、こんな感じ。ポリッシュオービット、またしてもポリッシュオービットで、ロングワインダー、これバーストできたらすごいね。まあ、おっとと、多分無理かな。うん、結構無茶ぶりだと思う。3、2、1、ゴー。なんかまたさっきと同じ感じになってるね。 That's gonna be alright。 おお、音はいいんだけどね、多分ドライガーはやっぱり無茶ぶりすぎたかなっていう感じが。ちょっとね、ちょっとレジェンドゴッドベイこんなもんじゃないなということで、ちょっとだけちょっとだけ後出しで出します。なんでかというと、ラッシュシュートしっかり決めるため。っていきます。できるかな。3、2、1、ゴー。一回待ちます。で、落ち着いたところでラッシュシュートかまします。あー、立て直しちゃったな。やっぱドライが強いかな。ほいほい。え、ごめん、ちょっと今驚いてる。後出しにしてもマジか。ドライがバーストか、しかもクリアドライがバーストか。ちょっと悲しいな、悲しくなってくるな。マジか、こんな強いの。迷わずに今自分だけが作った、ベイブレードを出してゆこう。スターセイバー、ちょっとねこの頃有名になっているスターセイバーです。こちらを使っていきたいと思います。よいしょ。3、2、1、ゴー。するね。おお、スピンフィニッシュ、まさかのスピンフィニッシュ。マジか、ノーロック、ノーロック。おお、ちょっとしっかりやりたいな。じゃあちょっともう一回、なんかさっきみたいにちゃんと
やってみたいと思います。落ち着くまで一回シュート待ちます。3、2、1、あ、待ってごめん、シュリーってなんだよ。3、2、1、ゴー。うわ、どちらも壊れない。おお、いじめすぎいじめすぎ、やめてやめて。ワンロック、ツーロック、まあ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 、マジか、意外と強い。じゃあそれでは、じゃあ次は何でいこうかな。じゃあめっちゃ無茶ぶりしていい？めちゃくちゃ無茶ぶりデッサイザー。しかも4、6目があります。3、2、1、ゴーシュー。4、6目今行ってます。見えますかね？外れません。戻します。1、2、3、4、4、6。4、6のこのデッサイザーを倒せるか。ロングワインダーで回します。これ倒せたらすごいよ、このレジェンド。いきます。3、2、1、ゴーシュ。思いっきり今失敗した気がすんな。あれ、なんかたまに硬くなるよね。これは結構無理かな。あーうちノーロックだよ。どっちもノーロックだよ。ちょっともう一回ね、今のは失敗ということでもう一回やりたいと思います。で、最初からちょっとぶち込んできます。3、2、1、ゴー。かっこいいね、今の。ノーロックだけど。もう一回やろうか。おー、ごめんよ。オーバーフィニッシュと、スピンフィニッシュでお互い1点ずつだね。よいしょ。いきます。3、2、1、ゴーシュ。おー、オービットなのにめっちゃ暴れる。へー、なんかバーストしないんだけど。バーストがないな。でもしっかり追い出すね、デッサイザーなのにね。いなし切れてないね。じゃあ他の出してみよう。ジリオンゼウス、こんな感じ。もう真っ黒真っ黒クロスケ。ロングワインダーをしよう。よし、レジェンドゴトベイできるかな。3、2、1、ゴーシュ。うわ、レジェンドゴトベイ強すぎな。あ、ごめんごめん。おー、危ない。当たったら危なかった。やばいな、一撃粉砕で。デッサイザーにも勝てるし、ドライガーも粉砕できる。うわ、危な、捨て身だね。1、2、3、3、6、結構捨て身でした。いや、意外と強いな。他出すとしたらやってみるか。じゃあちょっとやってみますか。多分負けると思います。こいつには勝てないでしょう。こいつに勝ったらさすがにやばいよ。ちょっとシューター変えます。てか変えなきゃ打てないからね。よいしょ、こちらを使っていきたいと思います。よいしょ。よいしょ、ではいきます。3、2、1、ゴー。
でもなんかめっちゃいい勝負してたね。ワンロック意外と耐えた耐えた。じゃあここ3点ポイントマッチでいこうか。今バーストなのでこっち2ポイントです。ロンギヌスにはやっぱり勝てないかな、どのベイも。じゃあちょっとロングワインダーいきます。手加減なしで回します。ちょっと勝ってほしい。1回でもバーストしてほしいですね。見たことないもんこいつが負けるとこあんまり。3、2、1、ゴーシュ。耐え切った。すごいですね。2ロックノーロック、1対2。おー、なかなか面白い。次もしかしたらバーストで勝てるかもしれない。まあちょっと無理があるけどね。無茶ぶりすぎたかな、いきなり。いきます。3、2、1、ゴーシュ。めっちゃ崩されてる。お、ギリチョンで今スピンフィニッシュで勝ったよね、バルキリーがね。ちゃんと耐え切りました。2ロック。お、マジで1、2、3、3ロック。マジか、やば。ちょっとこのカスタマイズ鬼かもしれない。さあ2対2、どっちが勝てるでしょうか。次で勝負が決します。いきまーす。3、2、1、ゴーシュ。おーおー、いやすげえ、どっちもすごい。やっぱりね、ロンギヌスはなんかいつも通りの強さを発揮しましたね。それに対してバルキリー、自分も引かないとね、すごい食らいついてね、スピンフィニッシュで勝ちながらも相手を3ロックまで落ち込むというこの強さ、いや素晴らしいですね。いや、ここまで強いと思ってもなかった。じゃあちょっとね、次僕が作った最強バルキリーを戦わせていきたいと思います。このレジェンドゴッドベイ VS 俺が作った最強バルキリー、こんな感じ。もう全部ギザギザ、全てがギザギザ、レイヤーがギザギザ、ディスクがギザギザ、ドライバーもギザギザ。さあどっちかな。でこっち先行で出します。で後攻でいきます。じゃあここも3点ポイントマッチでいきます。3、2、1、ゴーシュ。音がやべえな。おお、うわ、マジか、マジか、負けた。うわ、3ロック、ワンロック。マジでこんなに差が出る、同じレイヤーで。やっぱカスタムでめっちゃ変わるんですね。スピンフィニッシュでこっちが1ポイント。いや強いね。おいしょ、ではいきます。3、2、1、ゴーシュ。おっ、大丈夫、いける。お、いい感じじゃね。おし、俺のベイが1ポイントこいつの宣伝なのにな。1対1。ん、あ、違う違う、こっちだこっちがレジェンドゴッドベイね。いきまーす。3、2、1、ゴーシュ。
互い見合うね。いいね。おー、どうなる。おー、スピンフィニッシュ。俺が作ったバルキリーの勝ち。でもこっちはノーロック。2対1。いや、これはちょっと楽しいな、やってて。俺こういう検証動画結構一回やってみたいなと思ったんだよね。いきます。 3,2,1 ゴー。おっと、ごめん、今のはマジでなしだ。ごめんね、みんな、こんな見苦しい戦いになっちゃってごめんね。あ、今こっちが2ポイントだよね。で、こっちが1ポイントだよね。よし、3,2,1 ゴー。さあ、どうなるか。地味。おお、地味に勝った。ね、勝った気しないな。じゃあどっちかがバーストするまでにしよっか。で、こっちちょっとラッシュシュートしてみます。やっぱりね、バルキリーといったらね、バーストですよ。じゃあどっちかがバーストするまで帰れません。いきます。3,2,1 ゴース。おお、なんか俺の作ったベイが強い。さっきからいい勝率でもノーロック。に対し、ワンロック。バーストにならないぞ。俺はね、スピンフィニッシュじゃなくて、オーバーフィニッシュじゃなくて、バーストが見たいんだ。よし。いくよ。3,2,1 ゴしっかり当たってくれないな。全然当たんねえな。おお、久々になんかスピンで負けたな。うわ、マジか。2ロック。こっちも2ロック。なんか勝負つかねえ。じゃあもう次で勝負にしよう。もう次。はい、これ楽しすぎてずっと続いちゃうから、次ラストね、いきます。3,2,1 ゴー。あー、こうなるとなかなか当たんないんだよね。まあ、なんかパッとしないな。でも俺が作ったバルキリーに対してレジェンドゴッドベイ全然同じ強さなので、ちょっとびっくりですね。うわ、最後負けちゃったし、最後。ねえ、最後くらい俺、え、え？ 1,2,3、3ロック。レジェンドゴッドベイ。ノーロック。いやー。みんな、レジェンドゴッドベイ、ゲットするんだ。それじゃあ次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー。